今回ナオトが訪れたのはタンザニア、ザンジバル島。インド洋に浮かぶこの島はかねてより貿易拠点として栄え、さまざまな文化が入り混じっている。旧市街地であるストーンタウンはその街並みが世界遺産に登録されている。ここでアフリカ中のアーティストを集めた音楽フェスが開催されると聞き、ナオトはやってきた。いいですね、ザンジバル。異国情緒、綺麗ね。 Beautiful. Thank you. もう教会、これが教会で、あれがモスクで、イスラム教とキリスト教がずっと昔から仲良かったんだって。こんな近くにあって、違う宗教、今だって宗教戦争だの、いろんな確執は、戦争は、問題は宗教での違いでやね、喧嘩してんのに、昔から共存してるっていう、このザンジバルの宗教の共存、多文化をより肌で感じる光景。すごいな。ほとんどモスリムだけどね、ほとんどイスラム教の人だけど、ちゃんとキリスト教の人も来ていける、生活していけるっていうね。いや、すごいわ、両方古いもん。ヒンドゥー教のでお寺、これはインドだもんね、インド人もたくさん来てんだもんね、ザンジバル。アフリカだけど一番右で、しかも島でインド洋に浮いてるから、もうこっちからインド人、こっちからアラブ人っていうのがもうたくさんみんな来てたんだもんね。音楽も面白いだろうね、混ざってるから。こんにちは、こんにちは、ね、韓国じゃないんだけどな。出た、マーキュリーハウスだ。ザンジバルの人なんだね。ここはなんと世界的ロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの聖火。やっぱスープね、スープ。屋台を発見。スープ、はい、これ何？リオがバディアよ。バディア、はい、ガジョーリ。ガジョーリ、あ、ちょっと食べさせてくれんの？おいしかった。あー、美味しい、美味しい。この屋台ではザンジバルの地元料理、オロジョというスープを売っている。コーンスープ。ショーケースに並んだ具材から好きなものを自分で選び、ベースのスープに入れてもらうというスタイル。いいね、いただきます。乳白色のスープ、お味は？あのね、なんだろう、コーンスープだと思って飲んだのに、スープでザンジバル。あ、それね、ザンジバル、スープでザンジバルなんでしょ。スープ Like your royal。 すっごいね、酸味。こういこうとしたら、あっていう、あっていう味だね、あっていう味。マジか。たとえ口に合わずとも、これもまた旅の醍醐味。マスクはないけどね。バカにいる、ジュース、ジュース。シュガーケン。シュガーケンね。続いては、サトウキビジュース。その場で絞ったサトウキビをフレッシュジュースとしていただく。おえー、いや、氷が入ってる。これは生搾り。めっちゃフレッシュ。めっちゃグッド。ザンジバルではこの日から4日間、音楽フェスサウティザブサラが開催される。そのオープニングセレモニーが始まった。サウティザブサラが始まるよ。タンザニア、ザンジバル。うわ、危ない、危ない、危ないじゃん。うわ、すごい。民族音楽のパフォーマンスが始まる。やばい、
Brandy. I love your music. Yeah, of course. Kumamoto Minami Jidousha Gakko. Kumamoto Minami Jidousha Gakko no車に乗ってブルンジの民族の方々が移動しています。すごいね、嬉しいね。はい、マサイのジャンプ高っ。見える？マサイ族のパフォーマンス、当然ナオトも飛び込む。木の上です。そしてパレードがスタート。人々のテンションも最高潮。ナオトも地元の人々に負けず劣らず。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。楽しかった、食らったな。なんか全部忘れる時間っていうのがあるんだな。音楽と踊りと人と景色と。あー、無我夢中ってこれだね。ちょっと忘れてたかもね、久しくね。夜、ナオトは音楽フェスのライブ会場へ向かった。いやー、来ました、来ましたよ。ブサラ、サウティザブサラ。あー、すごいじゃん。わー、これメインじゃないんだ。これがアンフィアティアター、これがサブステージで、ちょっとメインは、あ、やってるよ、やってるよ。音楽フェス、サウティザ・ブサラ。アフリカ中から400人以上のアーティストが一堂に会す。未だ各地で争いが絶えないアフリカを音楽の力で一つに。そんな思いで2004年からスタートし、今や東アフリカ最大の音楽フェスへと発展した。サウティザ・ブサラ来たね。会場となっているこの場所は、その昔諸外国の攻撃から逃れるために建てられた要塞である。アフリカ、ないね。めっちゃロック。あ、いいね。これがアフリカだな、アフリカンロックだね。あ、やってるやってるやってる。すごくインディア、ヒンドゥ。
ごいな。本当にもういろんなジャンルが混ざってるから面白い。ここはインド、あっちはアフリカン、ロック、レゲエ、スワヒリ、アップ全部ミックスだね。インドに来た感じだもんね、これ。かつて貿易で栄え、さまざまな人種が行き交ったザンジバル。音楽も同様、国境を越え、ジャンルを越えて、さまざまな音が鳴り渡る。人々は皆音楽に体を委ね、心をザンジバルの夜に解き放っていく。まさに音楽を無邪気に感じる瞬間。初日終わったね、これ。刺激渋滞が著しい。これは寝れないわ。興奮して寝れないよ。4日間持たないよ。あれはもうすごい。どのバンド撮ってもすごい。